生きる。
当然だな。
Thank you.
Thank you.
ルールだ。 何なんだルールって。こいつは俺が倒すはずだろ。それが光の戦士の予言なのに。 あのね、二人とも落ち着いて聞いて。このパラミティアという世界はいくつものルールに縛られているの。素直に従うのも馬鹿らしい、おかしな決まりばかりだけど、 ルールに当てはまらないものは、いやおうなしに異端とされる。そして、異端は。異端のものは、光の戦士にはなれないんだ。どうにもならないんですか？どうにかなると思ったんだよ。二人ともよく頑張って、ここまで順調だったからいけそうだって思ってたのに。マジっすか。俺は、 俺は光の戦士になれない。待って！
何か言ってあげたら？追い詰めるだけだ。ほっとくの？ついては戦。
受けなさい。ほら、お願いします。すべてのエーテルよ、私の務め果たせたかしら。あの程度の敵に手こずるなんてらしくもない。疲れてるんだ、休んだ方がいい。休んで治るかな。これどういうことだ。え、ああ、それね、こっちの話後で話すから、とりあえずティーダを安全なところへ連れてって。わかった。
ない。待たせたかしら。ティーダが力を失ったのは希望をなくしたせいだと思う。ユーナと一緒に光の戦士になる、そんな希望に支えられて彼はどんどん強くなった。でも突然その道を断たれて。希望をなくして力もなくした。そう、パラミティアでは希望は力よ。俺は実感ないけどな。別に希望なんてない。そりゃ君が歪んでるからよ。希望ないくせに強いだなんてひねくれまくった例外ね。だがパラミティアルールは例外の俺ではなくティーダを異端として弾いた。あの、彼はどうなるんでしょうか。パラミティアでは希望は力なんですよね。希望をなくした人はどうすれば。戦えなくても死ぬわけじゃない。普通に暮らすのもありだろ。普通にですか。でも私たちは異端だから弾かれたりしませんか。それはなら次の目標を見つければ。光の戦士になれないからって人生終了でもないし、違う目標を目指してみなよ。今は希望がなくたって新しい目標が見つかれば新たな希望が芽生えるかもよ。新しい希望。しっかりしてよね、ユーナ。ティーダがへこんでるからって一緒に希望をなくさないで。彼が大切なんでしょ。はい。Thank you.